皆さんこんにちは、ゆきチャンネルです。今日はデイキャンプに来ています。こちらでキャンドゥさんの商品をレビューしたいと思います。ゆきチャンネル、一品目はこちら、ポリウレタン製アウトドアマット、レザー風生地のテーブルマットです。カラー展開は2色で、濃いブラウンもありました。サイズは縦21センチ、横30センチ。ジャンコードはこちら。材質は商品名の通りポリウレタン製ですね。開封してみましょう。右下にクマちゃんのロゴが入っています。このクマちゃんマークのマディシリーズ、キャンドゥさんに他にもいろいろ置いてありましたので、この後ご紹介していきますね。クッカーを置いた時のサイズ感はこんな感じです。参考にしてみてください。ソロキャンプなら良さそうですね。ゆきチャンネル、2品目はこちら、ポリウレタン製 CB 缶用カバー。カラー展開はポリウレタン製マットと同じ2色で、こちらの濃いブラウンもありました。ジャンコードはこちら。こちらも材質はポリウレタン製です。CB 缶に装着するとこんな感じです。マディシリーズのクマちゃんマーク、かわいいですね。ゆきチャンネル、3品目はこちら、カトラリー収納ロングポーチ。こちらもマディシリーズになります。ジャンコードはこちら。先ほどとは違うストレッチ素材になっています。内側はこんな感じ。カラー展開は2色で、他にブルーもありました。ゆきチャンネル、4品目はこちら、折りたたみ鍋敷き。こちらはマディシリーズとは違います。ジャンコードはこちら。材質はシリコンゴム。耐熱温度は220度です。こちらを開くとクロス型の鍋敷きになります。開封してみます。はい、上にシェラカップを乗せてみました。これ畳むとコンパクトになってとってもいいですね。先ほどのカトラリー収納ロングポーチと同じ長さですっぽり入りました。はい、綺麗に収まりました。こちらのマディシリーズをプラスするだけでキャンプが少し楽しくなりますね。以上、キャンドゥ
商品レビュー4選でした。皆さんもソロキャンプなどにいかがでしょうか。購入の参考にしてみてください。この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。 Twitter もしています。よろしければフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ゆきチャンネル。